フランク・キャッスルマンはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1904年に開催されたセントルイスオリンピックに参加して200メートルハードル走で銀メダルを獲得した。キャッスルマンは当時屈指のハードル選手として認められていた。彼は主に200メートルハードルを得意とし、セントルイスオリンピックでは同じくアメリカ代表のハリー・ヒルマンに続いて 銀メダルを獲得している。キャッスルマンはコロラド州で短期間陸上競技のコーチに従事した、後オハイオ州コロンバスに定住した。彼はオハイオ州立大学の体育学部の教授及び陸上競技部のコーチとなり、彼の率いるチームは1929年に NCWA 主催の陸上選手権男子の部で優勝している。彼は1921年に 医学博士の学位を取得した。オリンピックアスリートボーイン、トレーシー・クリーク、ニューヨーク、ユナイテッド・ステーツ2016年9月22日、閲覧。200メートルハードル走は、1900年パリオリンピックと1904年のセントルイスオリンピックのみで実施された。この大会での200メートルハードル競争は、決勝レースのみで争われた。なお、 このレースに出場したのはすべてアメリカ代表の選手だった。アスレチックスアットザ1904ストリートルイスサマーゲームズメンズニレレ m e t r e s h u r d l e s s p o rts-referenc.com e 2016年9月22日閲覧。ありがとうございます。